ちゃくちゃ遅れて、あとめちゃくちゃ周りを沸かせました。すみません、これから入ります。今日は財布と銃を買いに来ました。財布じゃないです。え、今日って予算いや、まあ、ふざけ、絶対おもんないから。なんで今日絶対取ってくれるんですか。絶対取ってくれるお前勝手に俺が、お前のスタッフさんに俺が出させるから勝手にめちゃくちゃ見たい。ということで、今日はただで新しい銃を買いに行こうっていう、まあ、いわゆるパパ活ですね。前回サバゲ、あのケンキさんに呼んでいただき、そこでサバゲをしたんですけど、はい、コメントでなんかパパみたいな、パパパパって言われてて、はい、パパカスしに来たんだ。パパカスしに来ました。このお店の特徴はね、このものすごい数の本数と、このすっげえ開けないから、自称日本最大だけど、本当にそうですよね、多分ね、楽しいです。うん、ぐらい大きい。これはリアルタルトフで使ったんですか。そうなんですよ、これはだからね、リアルタルトフで使ったものと同じものじゃなくて、例えばケンキさんが使ったのは確かこの上のこれですね。あ、これです、はい、これまさにケンキさんが使った組み合わせで、これ、めちゃくちゃ強いスコープ。そうです、サルコで高いやつ。そう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 いわゆるバイスコですね、うん、はい、はい、めちゃくちゃゲームで使います、これ。そうでしょう、はい、うん、いいですよ。はい、ゆとりがはい、ゆとりがもうね、こんなに燃えるわよ、これ。どれだけ受けたら、お前ちゃんと持ってよ、お店の中で持ってよ。ちゃんと構えない。あ、大丈夫です、はい、構えない。シャッカンを、シャッカン、ガスプロの、ガスのガシャッガシャッってやつ。なるほど、結構重くて、うん、でしょうね、はい、なんか聞いたところによると、うん、前が重いらしくて、フロントヘビーですね、やっぱり長いですからね、それで全然持てなかったので、はい、後半買いました。ケンキさんいっぱいお持ちですか。あ、そうなんですよね。ここで山内君は4丁です、はい、うん、うちここで3丁買ってるからね、よっぽど落としてる。まあまあ、めちゃくちゃ落としてるよ、ここで。だから今日そう思ったんだ。そうだよ、これが落としてるからも取ったんだから。ガチガチ打ち合わせますよ、ガチガチ打ち合わせますよ、好きで買ってる。そうですか、ちなみにこの中だと一番なんか推しのっていうか好きな配信、憧れてる配信はいい。配信者の中で。そう、配信者、そう、配信者の中で。ケイツ、ケイツさんなんだ。めっちゃ好き。ケイツさんとか扱ってたのは、ね、一番軽いやつですね。これですね。これは形一緒なんですけど、持ってみてめっちゃ軽いんですよ。そうでしょ。なんでこれ違うの。スポーツラインって言って、基本的にこういうのってあの実銃と同じアルミでできてるんですけど、これは全部プラスチックなんですね。へー、樹脂なんですよ。ケイツさん、これがあったゆえにあの走り方ですからね。ねえ、しかもその方も軍人だし、そう、動きが違うんです。あいつずるかったよなあいつ、おい、ケイツずるぞ、お前おかしいだろ、僕考えても。シグザはマジ渋いけどな。渋いっすね。シグザは渋いっすね。これはもう実銃のシグザってことですね。もう本当に。そう、あのシグザのブランドがちゃんと作って売るものなんで、外観完璧ですね。どういうさっきここら辺でテンション上がったの、これは。なんか、わーって言ってた。クリスペクターですね。クリスペクターね。めちゃくちゃ持ってたんで。そうなんですよ。めちゃくちゃ持ってたんで。これはもうカリスマ的な人気がある銃ですね。あ、そうなんですか。はい、どうぞ。はい。おずおずと待ちますけど怒られねえよ、そういう話は大丈夫ですよ。カマイキー、向こう一人だけいいよ、じゃあ、はい、こうかって、指伸ばしていきますね。これトリガーガードとなりますんで、これにこうつけてあげると、はい、あのかっこよく見えますね。なるほど、これ持ってる感じですか。そう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 、これで構え方ね、ちょっとこう上に面してあげる。そうそうそう、あ、もうちょっと上の方がいいですね。なるほど、ここで、このまま使うときは、はい、あ、これで、そう、あ、これ分かるやつ。もっと顔前ね。前に前傾線のような感じ。そう。あ、そう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 。猫背、猫背。猫背前傾線のような感じ。背ですか、顔ですか。お前、背筋いいから、むずいんだな。いや、顔も、なんか、そうですじゃあ、教えてあげようか。持ち方ね。面白すぎるから。前傾線で顔。前傾線で。こう構えるでしょ。はい。こう構えるでしょ。こう構えて、このままこう下ろしといてあげる感じ。上に構えて、上に構えて、そのまま、うん、はい、ずーっとこう背中を曲げながら下ろしていく感じ。
あ、だいぶいいです。あ、下ろしすぎです。それ地面にします。そうそうそう。お？うん、そうそうそう。さっきだいぶいいですね。なるほど。お客さん。なんかだいぶあの、さっきよりはいいけど、だいぶ混乱してますね。なるほど。それで顔をちょっと前に出してあげて、はい。腰を入れてあげれば。はい。なんであなたは腰を入れると下に行っちゃう。どう？面白くて前に進まない。お前マジか。運動のだから走ってとる。だから止めると運動のチップに爆笑する気がする。まっすぐだって。で、こう乗せるじゃん。で、まっすぐで左足で前ですよ。で、こう。こう。あ、でもまさにびっくりしたでしょ。こういう感じ。まっすぐ立って、で、銃を持ちます。持ちます。で、左足前に立ます。あ、そうか、右なくて。まっすぐ持ちます。ちょっといらっしゃいませ。まっすぐ持ちます。で、前に貸し出して、そうそうそう、あ、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、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 何これ、ちょっと待って、何これ。これ、AK のホワイトストームっていうカメラで撮影されるよ。主に私があのあえてこう流水紋といって、うん、色を模様を入れてあげた。すごい、すごい、自分でやった、自分でやったって。私ですから、自分でやったって。で、これは次代電動画といって、ピンサー大好きです。反動があるんですよ、バシャシャシャって。なおかつこれね、デイストリガー入ってるんで、キレが半端ないです。デイストリガーがさっき分かんなくて、デイストリガーっていいんですか？デイストリガーっていうのは、普通のトリガーというのは、この、あの接点ね、こうやって、こうやってあの電気接点がプラスマイナスつながってやるんですけど、これってここにスパークができちゃったりとかするんですよ。これは言っちゃうと、実際ここには電気が通ってなくて、信号線って言って、まあ言っちゃってコンピューターが入ってるんですね。それでオンオフを制御してあげるんで、この焼けが絶対ないということと、あとプリコックってシステムが入っていて、プリコックです。ちょっと情報量多いと思うんですけど、電動ガンというのは、もう中にポンプが入ってるね。あの決してエッチで動くじゃないんですけど、大丈夫かな。おじさん出てますよ、おじさんが。聞いてる、聞いてる。それ下ネタちょっと。あ、そう、下ネタだよね。はい、ピストンが、この時に、ピストンヘッドというところがこの辺にあるわけです。で、それが、トリガー引くと、あのギアがたくさん回って引かれて、パンと戻るんですけど、空気砲みたいな感じですか、ね、そう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 。それが最初からここにもうピストンが下がっていて、トリガーって引いた瞬間にちょっと下がってパンと落ちるから、うん、あのレスポンス、つまりこう私たちキレっていうんですけど、あの本当にこうラグタイムがないんですね。体感で分かるぐらい。絶対分かる。そう、昔ながらの電動ガンっていうのは、引いてから、ギアが回って回って回って引いて、こうなるんですよ。それがもう引いた瞬間にパンと落ちるから、全然違う。なんかね、FPS っていうと、遅延の数が向いたされるみたいな。おぉ。普通は、60fps で。そう、なんか遅延音速度ライターの向こうとかのモニター使ってるのが、0.1mm の 140fps みたいな感じになる。あ、マジで違うよ、本当に。否認してから、ね、2発ぐらい多く取り組ますもんね、多分ね。そう。連射だった場合。そうそう。今日、なんかそれ試してみたいです。いや、これ打てますんで、打ってみましょう。マジですか？この裏はこれもこれ打ちたいです。やめとですか？自信作です。かっこいい。84,800円。ただこれ、あの、カスタムシャルとか。カスタム今入ってるから。あ、私の塗装じゃん。あれ、鍵入れろ。ほら、では。マゲロースケートも入れるだけですもんね。じゃあ、私も水もできていいんだ。まず、押す。こねりちゃんの配信のね、元気さがつなぐという気持ちがスタッフさんがいかついね、新作には、
いや最初普通にこういう人がやった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 なんかね、プロレスのなんか実業団みたいな人ってなんでなんだっけお互いでお互いやばいっすよ、どう考えても代表っすよね、うん、代表です。代表がカメラ持ってるね。代表カメラ持ってる。代表カメラ持ってる。代表カメラ持ってる。すげえな、新作組。代表が来て、代表がカメラ持って、名刺もらったら、代表と一緒に役って書いてあって、そんなことあるんだな。すごい、スタッフさん、裏にも出してらっしゃるんですか。スタッフ、一応10名ぐらいいますね。じゃあ、今日の配信も、なんか、裏でも。裏で、今日は、2人と、元気に2人と、まあ、配信で、まあ、遠隔で1人です。ああ、3人で一応やってますよ。やってるんだけど代表カメラ。素晴らしいな。10人って3人体制で代表カメラになるっていう、ね。あと7人何やってんだって。恥ずかしい。あんまカメラの前出られないですか、やっぱり代表は。あっと、出させられることはあるんです。あ、裏。そうです。そうだ。そうです。あ、そうだ。そうです。俺でも出す。だから絶対に、うん、ね、出たくないですね。つないでくれましたよ。あ、いや、大丈夫。なんかヤクザがプラスの実力ができちゃったので相当早くなってね。脅されて VTuber 活動してます。本当に毎日毎日辛くて助けてください。やっぱやってたよな。そう言ってたよね。本業そうだよね。違う。これであの人初めて初めて新スタッフ新スタッフそうなんですね。そうそうそう。ね、ラグビーとかなんかやってたんですか。え、合気道だっけ。合気道合気道でそうならないですよ。他よりも強そうなやつがいる。これ格闘技の店側初めて見たんですけど、ここでのガチャが多分いいなと思った。何言うのか分かったら3000円ガチャってのがあって、ああいうやつって当たり入ってるんですね。さすがだな、お前。ゲーセンとかにあるああいうタイプ。配信でそれ映ってるからな。やばっ、高いなんですけど。やばっ、いくらですか。やるな、この人だわ。あ、大丈夫ですか。マジか、え、マジで。え、一発ですか。いや、3回です。あ、全然3回公開で今聞いてた。え、全然アドっすね。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃアドやん。一体9000円で、9000円でこいつ出たんで。いや、好みよ。超アド。マジちゃうわ、いいよ。夢あんな、あそこ。あそこ夢詰まってんだな。夢詰まってますね。なんで兄の俺がこれねんだよ。兄弟っすよ。兄弟っすね。兄弟っす。兄弟っす。いいの、兄弟。すいません。ごめんなさい。いやいや、ね、言われてみたらできるね。確かにね。確かにちょっと。これさ、うん、配信する日は当たるんですよ。邪魔やってるやん。もう、ライオンをさ、今から3000円ぐらい回してみないですか。みんなお金欲しい。まだ持ってる。これを回してみたいんですって。どれ今ちょうどハンドが開けたから。タッチャー、本当に？千円札じゃない、千円札ですね。了解しますよ。1万円了解しましょうか。すいません、お願いします。申し訳ないです、お手伝いします。この辺か、まあ、いずれか好きなやつだから、まあビビランとかを選ぶみたいな。でもシールでも5000円だったら、そう、D 賞以外は全部アバマムD だけが、まあ、一応多分マイナス1500ぐらいかな、大体。で、A 賞。A 賞はこれが一番良くて、クリスレクター。これしかない。こうクリスレクターが当たったらこれやばい。これ、あの、買おうと頼むよ。いや、これ今ね、トラベルチャンスです、マジで。10何本とかでしたね、これ。買おうとしたら。これクリスレクター、実際に買おうと10何本。そうですね、今のところプライスレスですね、これ。やだ、やだ、やだ。3000円だもんです、これ。夜光るやつです。その前行きます。3000円だけでさ、一回3000円だ。3000円。絶対3000円だよね。これどこに入れるんですか。1枚ずつこっから入れてください。このガチャやってるやつ初めてな、配信で。俺あれ多分やってるやつね。これでもね、もうあの去年の9月かなにやってもう42回回ってんすよ。すげえ。42回。え、何回当たってるんですか、ちなみに。42回。あ、42回当たってる？当たってる。あ、そうなの？すごい回転なんですよ。やば。うちの稼ぎ頭ですね。
はい、そしてプッシュボタンを頼むぞ。カメラ見えるように。はい、頼むぞ。一番絶対ベクター取るぞ。いけ。グロン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 グ。何が出る、何が出る。下から出るんじゃない。そうか、ガタガタから。見た。じゃあこれを出して中にちょっとカプセル振ってみてくれ。あれなんかちょっと微妙だっす。あ、はいはい、大丈夫です。大丈夫、大丈夫みたいな。入ってないこともあるの。違うんです。あのね、鍵が入ってるんですよ、これ。あー、そういうことか。カチャカチャって言ったらもう確定演出なんだ。開けた評価。はい。握力がね、女の子だからね。結構ね、開けた難しいですね。はい、D 賞ですね。D 賞ですね。まずは D 賞。はい。まず、まず、まず。じゃあ、鍵、鍵。鍵ないんです。鍵ないよ。D 賞なんで。鍵欲しいわー。レジで。カチャカチャ言わせるよー。カチャカチャ言わせたいと。大丈夫、やばいっす。人の金で引くガチャは最高だぜ。行け。行け。行け。カチャッと下げろ。D か、これって D か C かこの場合って D ですね。 D か C ですね。あ、なるほど。 C の可能性もまだあんだ。俺開けるぞ。金木さんの握力で開けるの。そうなんです。あ、開いた。 D ですね。 全部耳な D ですね。 D でしょ。まあまあ必要だから耳な。外れないですよこれ。迷いなくもう1個。これ誰のかね。カメラマンがやってる代表取り代表取り社長の。いいだろ、どうせ稼いでんだから。ありがとうなんですけど。よし。はい、来い。カプセルあんま入ってないんですね。当たり出たとか。あ、そうか。うん。カチャって音が聞きたい。鍵の音が聞きない。もう。だけどこれはね、期待感なかってるから、うん、ここでしか行ってない。あ、そうだ、期待感があっていい。あ、でも、ソサギのズーリングだと押した時の演習時間と同じぐらいかも。3000円だって、大体ソサギ。あ、来た来た。そう、これね、なんて、お願い。終了です。トメさん、バッチです。トメさん、バッチです。いや、いくら来てもなんないことなんないですから。当たり入ってるんですか。当たり入ってないですよ。当たったの。失礼な。さっき当たってたら目の前だし。なんだろう、当たったから興味持ったんだろうか。はい、新商品、新商品。5000円相当の商品一つですか。あ、じゃあ今多分ターゲットかなんかだったと思います。5000円相当で、3000円と2000円、さっき取られた1000円を2回引けるってことですか。違います。それは引けないです。違うんだ。あとは、これはハイバレットガス、あのガスか、それから BB 弾か、玉欲しい、ローダーか、玉欲しいって感じが当たりますので、はい、よかったね。レジに持っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。よかったな。結構今ね、ガスも BB も高いんで、あながち3000円でも外れじゃないんですよ、これ。ああ、一回引く？じゃあ俺も。引く？俺の最後まで。そうですね。いや、俺の財布だよ。任せてんだよ。やるわけないだろ、そんなこと。一回だけね。そうだね。一回だけですからね。ありがとうございます。はい。3倍ぐらい引っ張ってもいい。やんないよ、そんな。これ、ビビナあるもん。いけ。ゴー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 。じゃあ、いきます。落ちてくるのが異常に長いのよ。もう、弾入ってないから、もうほとんど。やっぱり実際元取ろうと思ったら30回に、もっとか40回に1回ぐらい当たらないとかじゃないと。なる？いや、どうだ？なる？いいよ。うん。D 賞です。おめでとうございます。はい、はい、なんと C 賞当たりました。確かにセミレンハードバッグ。なるほど。そしたら今お持ちしますので、はい、また何か1個ずつ超えてみてください。0.2 と0.4 OK です。あ、バッグ当たるんだ今。なんとこちらドン。え、何これ。いいですよね、これ。え、これ何これ。
これハンドガン、あのスコーピオンモッド M とか全然入っちゃいます。すげえ。小さい SMG とかそれかハンドガン。めっちゃいいわ。カメラをちゃんと見てる。映えない、映えない。はいはい。めっちゃ嬉しい。これだってこの間とか一昨日ぐらいにハンドガン届いて、今度持っていこうって言ってたのでちょうどいい。マジ？え、よかったじゃん。マジで。嬉しい。なんならカメラバッグにもなる。危ないよ。え、じゃあ、お姉さんスペシャルです。これ、入れちゃえ、中に。あ、ここに全部、これ、当てていいですか？大丈夫です。もう、あなたの方ですから。よし。これ、正確ね。セロテープのところは開けない。あ、パワーで言ったんだ。引き戸を押して開けるタイプの人です。あのアメリカのキッズ開けね。そうそうそう。え、これ普通に。え、めっちゃ嬉しい。別に。ここにでかく承認欲求のライラックスね。うわ、すげえ。めっちゃやん。これめっちゃかっこいい。え、めっちゃ嬉しい。肩掛けにもなります。あ、そうなんだ。はい。え、え、めっちゃいいじゃん。だってさ、9000円でこれとさ、トマトに行くのってめちゃくちゃ良くない？あれ？あ、これが。ここ何？ダブルなんだ。そうなんだ。ここに物が入るんだ。お前物はここになくしちゃ困るぞとか言ってね。ああ、レンチとね。紐がついてるんで肩紐つけられます。中はほら、ガンに傷がつかないにも、ほら、しかもベルクロもついちゃう。やばい、めちゃいいやん。で、ここにセパレーター入ってるので、これあの好きな位置につけていただけると、中にこうやってもうすでにこういう風に部屋が1個作れるんですよ。めっちゃいい、めっちゃいい、当たりです。これは大当たりです。これ縦にもセパレートですから、カメラを使わないっていう。そう、あのカメラバッグに使える。すげえ、めっちゃいい。普通にね、サイドのこうやってほらね、スペースがあって、そこに充電器とかバッテリーとか、ここに入れて、これ買うといくらするんですか？いや、ほらよ、ほら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 。おめでとうございます。全然もうあのじゃん。あのね、完全に元取ってますこれ。あとだけ。あと2万円ちょうだい、もう一回やる。アパカス。これはバックアドレスおめでとうございます。これかっこいいね。おめでとうございます。まあ、今日のお召し物にぴったり。確かに。最後にお姉さんお願いします。お姉さんお願いします。チャンネルは何なんですか？チャンネルはあの CG で、なんだっけ、あの AI で作った。あ、なるほど。いる？チャンネルの。はい、こっちを。どっち？そっちがいいな。私はそっちがいいな。ありがとうございます。じゃあ、預かりますか。といった方にもお湯できてます。あ、はい。おめで打てるって、あのさっきの流水。もうサイが持ってるからご存知かもしれませんけど。持ってます。いきなりフロートです、ここは。やる気なんです。で、これセミオープンですね。はい。ここなんですね。ここで打てます。じゃあ、打ってみましょうか。です。弾が光る。めっちゃ見やすい。そうなんです。すげえ見やすい。はい、じゃあもうサングラスかけてらっしゃるので、はい、これで OK とします。打っていいんですか？いいですよ。はい。はい、構えて。そうか、サングラスかけてるから。そうそう。シューティングラスいらずですね。これまあ、とりあえずはもうあの弾が見えるんで打っちゃってください、これで。これ、ね、めっちゃちょっと待って、ちょっと2個いられるでしょ、こういう打つ感覚がすげえ楽しい。楽しいでしょ。あ、結構あるね。で、フルオートです。でもめっちゃなんかフルがもうね、バイブレーターです。はい、どうぞ。打ち切っていいんですか？いいよ。ブレーってなるよ、多分。すげえ。ちょっと待って、本当に打ち切ってる。なんか嫌なことあった。本当に打ち切ってると俺初めて見た。そうだね。それがすごいよ。一回止めるんだけど。だって、止める容赦なし。よし、打ったかな？軽いですね、ガッチ。そうです。すげえ。で、タッピングできます。一台でやっちゃいけないって言われた。タッピングです。うん。キレキレ。はい。AK は反応でかいっすね。あ、すげえ。これ面白いわ。欲しい。な、お前のタイプ。じゃあ、今日いいから。パパが本当の。ありがとうございます。本当の方がいいから。本当にパパだよ。ここもいる。じゃあ、お前に金使ってる場合じゃねえか。子育て、子供にお金を使う練習していい。やべえくなりました。お子さん小さいからさ、子供にお金使う練習めっちゃ大事だな。すげえいい会社だな。そう30代の子供。
そしたらやばい、めっちゃくちゃ見るね、こっちも。お客さん今日買うの？今日はね、俺はね、斎藤カオスこれを買いに来たけど、新しいのが出てて、それを入荷してるらしいので、まだ並んでないけど、裏にあるっぽいから出して持ってるんだろ、持ってるんだろ、新しいやつ持ってるんだろ。あ、来た私のスペシャルモデルで、これ先日発売されたばっかりの、はい、こちらのマキシムナインというモデルなんです。在庫ありますよ。あ、在庫なんですか。はい、これを、ライラックさんが勝手に私コードに使ったとき、かわいいでしょ。これまたね、打ち心地が全然可愛くないというかね、大迫力なんですよ。パワーソース CO2 です。だからガスの CO2 だから、使っちゃダメなとこあれやってる。いや、今もないね。ガスはほぼないんですね。そうです。これがちゃんと JSB 業界団体の認可通ってるやつ。なんか安全に配慮してる。そう、ね、見てみて、ほら、お店で見てほら、私のマークが。そうだね、これそういうことで、ね、なんなんだろうなと思ったけど、承認欲求の塊です。サバゲーム目立ってなんぼか。その通りです。隠れて なんだろう。これも打ってみましょう。打っていいですか。うん、これもね、弾が光るデバイスがもう最初からついてる。そこ多分ね、これ勢い下がるから怪我する。ここはね、触ってた。このパソコンティーのまた触らずにいいです。ここはね、ここ触るか。ただ、打つときにカンカンカンって触っちゃうから。そう、打つたのそう。どうじゃあ、空打ちします。これやばいでしょ。はぁ、これフルオートモードなんですけど。マジセミオートだと、いかつ。これやばいよね。ちょっと待って、マジでいかつい。ちょっと待って。やばいよね。見た目とも全然違え。怖いないでしょ。え、ガチいかつい、これ。はい、これ打ってみたいですか。めっちゃ打ちたい。打たせてください。お願いします。めっちゃして、これマジでやばいよな。打っていい。いいよ。もう打てない。ナイスリアクション。めっちゃいいんだけどこれ。やばい、すげえでしょ。リコイルがめっちゃやばい。ちょっと外れた。いや、これやばいな。でも打った瞬間に、そう、打った瞬間に今ガク引きって言ってこっち触れてるの。あー、なるほど。そこをしないようにこっちを押さえてるわけ。あー、なるほど。じゃあ感動のフルオートいきましょうか。これもフルオートで打つの打てるかな。イエス、やばいよこれ。ちょっと過去あって一番嫌なことを思い出して、この野郎って言って。この野郎、いた、オッケー、この野郎止めなって。いや、これいいよな。これいいよ。いや、すげえ、やっぱいいな。全然ブレてない。模範演技です。いや、これマジいいな、普通に。なんでそんなにブレないの。あ、落ちた。はい。なんで。こういうやつやってみたい。やってみたいですか。やってみたくて。そうしますと、やっぱりあれですよね。あれはですね、しかもリコイルがバシバシにありますので。あ、そうなんですね。これセクシーか。そう。びっくりしてました。ああ。絶対怖いな。ショップで、あ、なんかフィールドで見たんですか。そうそうそう。ただお値段がしかも可愛くありません。14万8000円。あれはあんまり持てないんじゃないか、さすがに。持てる？かっこいいから持てる。いや、あれそれでもね、6キロって書いてある。持てる全然。いや、無理だよ。6キロ、今までのことが全部無駄になったんですよ。だって最後より重いでしょ。全然重いです。はい、3.5度。しかもあれにこう千何百本の入るマガジンつきますので、はい、6.5 からさらに重くなるから、そう、さらにだから5-6キロ重くなりますから、ね、7キロぐらいだよ。7キロ無理だよ。無理だよ。打つのはあれだけど、とりあえず持つだけ持ってみる。待っていいですか。はい、ただし傷つけたらもうお買い上げですからね。この銃だとフルオートしか売ってません。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ結構使えるフィールドもかなり限られる。限られますね。セミオーセンです。通した間に瞬間バイブこれ、ではちゃんとしっかり持って、しっかり、はい、しっかり持ってね、下目でね、ほんと重いからね、はい、何度も言いますけどカメラ側を見てます。なるほど。
長いから重心が長いから待って、こうやってするのも大変だと思う、これ。そうでしょ、やばいこれ、はい、こうするのもいい、もうここら折れたでしょ、これ待って、助けて、重い日だろな30秒もたなかったですよねめっちゃ重い、ね、リアリティがやばいでしょ、これ全体的な、濃いよ、濃いよ、若い感じで見たそうなんですよ、ここにはまあダミーですけど、この三杯です、はい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 、あのランボーが持ってるやつ、ね、繋がっちゃってるガーッあ、だからそれをこう肩にやらせてって言いました、そういうごっかわさきが中に入れるんですね、これはね、よしよ、さあ行ってみよう、はい、カメラに向かって中腰で、中腰で、おー、中腰で、ヒルセモーちょっと、これ待って、重すぎて、はい、これ、大体合ってます、はい、大体合ってる、はい、ここに行くといいです、本当に、え、クリック、クリック、ダダ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 ごめん、もうしませんって言ってなかった。一回持ってもらう、持って、重い、重いですよね、はい、はぁ、あ、やばい、ね、30秒持ってらんないでしょ、ね、あげくの派手に、これやばいですそれ、ちょっと紐見えてるやばいやばい、そう、カメさん、トベルさんごめん、それちょっと直してくれよはい、なので、持ってみると、すっげえ細いです、ああ、そこ補足できるんだ、補足できるというスムスがこう、そういうことか、最初だからね、スムスとか、ムカドジスムとか、それからこういったガスプロモスと、みんなの電動の AK 使った人は驚くんです、持ってみてください、あまりにも細い、細い、こんな細い、そう、え、なんか、これさ、なんか、これで人を殺すの怖いから、まあまあ、エアガンで人死にやすいからね、実銃の割り込みはないですか、手のはどうしたのかというと、あのロシアの兵器ですから、大半のところがすげえ寒いんですよ、だから分厚い手袋をはめる、あ、そういうことか、一人で逃げねっていう、なるほどね、だから、だからこれ素手でやると、やっぱ細い、細いです、なるほど、だからセレクターもでかいじゃないですか、めちゃくちゃ、あ、そうか、これ、あ、なるほどね、操作とか全部でかいんですよ、そうなんだ、あ、だからできるんだ、なんだろうな、あの私の説です。まあ、そうです、そうです、こんなも戦ったと思う、ね、すげえな、チャージングハンド引いてください、あーこれいいな、いいでしょ、立ってますメストローすげえな、これ木ですか、これね、プラスチックなんです、え、めっちゃ木に見える、木なんて今コスト高いし、あとやっぱ古いが生じちゃうんで、あんまり使わないんですけど、これはね、もう本当にこう丸井さんの技術の最初に生じて、木しか見えないですね、木目めっちゃ綺麗ですね、めっちゃ綺麗です、セミにしますね、よくからしても、はや普通の技術でもさせられてないんですけど、待って、死ぬほど上に行ったよ、うん、だって上寝てもえこんな感じで状態取ってます、状態取ってます、はいはい、あなた状態を前に倒すと体が前に倒れる傾向にちょっと上げてあげる、銃は下げないよ、はいはいはい、目を待ってよ、待って、全然分からん、すごいでしょ、リコイルが、いや、いいね、CO2 かぐらいリコイルあるのこれ、そうだね、これとんでもなく、全然分からん、一回しか分からん、ここでしょ、あれまあいいんだよ、弾当たるかどうか、そうそうそう、打ってるの気持ちよさです、そうだ、ここまでフィーリングで、あ、でも、サリが打った時よりも反応ある気がする、そう、あります、めちゃくちゃあります、あります、すごいある、これケンキさんちょっと体感していただければ、はい、ガバボンって感じ、あ、これすげえな、ケンキさんやっぱうめえな、え、ちょっと待って、なんでフルにいきますよ、あーすげー、え、なんで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 ちゃんと構えてるからね、クソうまい
ちゃんと構えてるから。ちゃんと狙えちゃったから。どうすり替えるのここで。ここを合わせるんだよ。ここの面とここの面合わせる。前の面だけ合わせるの。あ、それは。あ、それはまずいね。でも待って、ここの面と面合わない。あれよ、そう絶対この人だけ。根性が曲がってるんですよ。冗談冗談。どうやったらまっすぐな根性の持ち主になるのか。いけ。ちょっと曲がりすぎ。あ、当たった、当たった、よし。もう一度で。あ、当たった、当たった。いいじゃん、いいじゃん。当たりだしたね。わかった。でも今ね、映像には、あの反動がすごい表現できてると思う。カメラが見る、打つとね、反動がなんか倍ぐらいに感じるから、めっちゃ見心地ある。見心地ある。見心地か。見心地あります。見心地ある。すげえ、皮肉じゃねえか。いやいや、女の子はそんな感じで良いと思うよ。絶対。いや、歯砕けるよ。実銃って本当だね、実銃かってくらい震えてますね。すげえな、本当に歯かける、これ。そうそうそう、痛い痛い、バズーカ持ち。あの、担いでます、担いでます。まあまあ、ちゃんと競技的だけど。違う違う、肩に当てる、肩に当てる。肩にこう、肩当てをまっすぐまっすぐ、まっすぐ。はい、鮮度が多い。はい。肩がね、お前モテんやねえか、じゃあ、その字も。重いもんばっかりやねえか。女の子しゃあないよな、それは、正直。もうしんどいか。違う。いいか。これ、持ち方合ってる。まあ、ちょっとまあ、いいけど、いいだろ。皆さんは自由だから。落ち着いたかな。はい。これ、そうね、まあ、実際手袋とかつけていただければ、グローブつけて。やるわけねえだろ。不穏なこと言ってますね。やるわけないだろ。お前が遅刻してきなかったら俺買ってあげたいんだよな。遅刻したからな。何時間遅刻したんだよ、言ってみるよ。2時間理由は寝坊ですか。本当すいません。マジで申し訳ない。本当だよ、あの、いつも混んでたからね。わかんない、雨も降ってたしね。やばいと思って。ちょっと憂鬱になるよね。超楽しみでしたよ。憂鬱じゃなかった。大変。寝れなかった、逆に。本当、それで寝坊しちゃったんだ。実際すげえお願いされたんですよ。いいわね。あ、そうなの。そう、めちゃくちゃここで入りたいね。今日すごいお願いされたから。本当にごめんなさい、2日間悩んじゃって。いや、俺もそうだろうなと思って。でもなんか、あの、本当にここで帰ると思ってなかったし、なんか応援できるって思ってなかった。マジでそうです。本当かわいいこと言うじゃないですか。じゃあこれちょっと安くなります。本当ね、それはできない。また別の話ね。フォーティーは負けないことで有名だからね。そのアフターサービス。そうそうそうね。それからね、本当にこうね、あとだと相談もにもよるし。めちゃくちゃ楽しい。どうする？見ろよ。見とか。そうそう。すごい上から決めろよと。もういつまで悩んで、早く決めろ。でも、もう早く決めなきゃって分かるんですよ。あの、やべ。女が出てる、女は決められないんだけど。やべ、どっちがいいと思うけど。これ見ると女性がみんなイライラしてますよ。これそんなんじゃないって。半分は持ってんだったらぶっちゃけこっちでいいと思うけどな、俺。うん、マジで。半分持ってんでしょ、買ったんでしょ。けど経験上半分はそんなにいらねえもん。そうだね。あの、無限に集めれるもんだけど。打ってる感じの気持ちよさはいいよね。まあ、ねっていうところで迷わせるっていう、ね。まあ、いや、それは結局サイが止まるんですよ。そう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 。サイが止ロマンが全部のラファに、これでお金を最後じゃないから。また買えばいいから。気になってて売り切れない。売り切れますよ、そりゃ。俺めっちゃ人気だから超作ってる人は大丈夫だと思う。大丈夫。これからも限定モデルじゃないから。なくなるはない。一生手に入らなくなる。ないないない。セックス売れてるもん、ずっと作ってる。キムさん買う。俺のとこ買うと思う。なんか使おうとか。え、なんか、あ、買ったら。あ、いいよ。てか多分ね、森蔵持ってんじゃない。あ、森蔵持ってる。わかんないよ、多分。マジ。あのダッシュさんが今変身来ねえよ。今変身来ねえよ。昼はあったの。そうなんだ。
マジで騒げる無限だからな。やばいと思う。今までブランド物とかも一切興味なく30までやってこれたのに省エネ。やばいマジでこれは。なんか言いたいことないのか。ないお前が言いたいことは全部言いました。あ、言いました。はい。言いたいこと。大丈夫だよ。はい、三十日あるでしょ。三十日に今騒ぎあるでしょ。あ、三十日に、はい、騒ぎます。そうなんですか。あさってですね。あさって。そうですね。天気さんとこ。そう、ね、それに合わせて今日買いに来た。そうだったんですね。あ、じゃあもうすぐ使えるもんですね。はい。なんで三十日、もうこれでブイブイ言わせていくことになります。ブイブイ。もうガチ距離しますけどね。なんで、美味しかったです。みんなも、来てみてね。サバゲって案外簡単だからね。ねそれ、ケイキさんが本当に証明してくれてるけど、あのやってみると楽しそう、全然違います。めちゃくちゃ楽しい。はい、飛び込んでみてください。配信ばっかり見てね、家の中でこもってる暇があったら、そこでサバゲして、体を動かしてください、ね。誰に言ってんだ、それ。リスナーに言ってますよ、リスナーに。はい、じゃあ、以上です。月乃ちゃんとお金ちょうだいね。お疲れ様です。おつとみー。はーい。